はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ということでですね、今宵も今宵とて、こちら阿佐ヶ谷の北口から徒歩1分のバーロマン社からお届けする YouTube 動画なんですが、春先から1970年代の文化を語ろうという、まあ、テーマでいろいろとお届けした中の、まあ、サブテーマ、ね、もうほとんどメインとなるのではないかというサブテーマ、今年テレビ放送開始50周年を迎えたルパン三世のその、記念すべきテレビ第一シリーズ、はい、旧作ルパンの、お話を一つ一つ届けていこうという趣旨で、はい、お届けするわけなんですが、それのだ、前回第1話お届けしまして、今回は第2話、魔術師と呼ばれた男、うん、これについてお届けしていきたいと思います。でこの魔術師と呼ばれた男というのが、もうこのそれこそ大隅ルパンの真骨頂と言えるのではないかというところなんですが、うんうん、冒頭にですね、その今回の宿敵のパイカルっていう敵役が出てくるんだけど、その一番冒頭で暗闇の中でパイカルが寝てるところを2人の男がマシンガンでパイカルに向かって乱射する以外は、そのパイカルとルパンと次元と藤子、うん、この4人しか登場しない、うんうん、銭形も出てこないという、うん、もうすごくこうミニマルなすごい作品なんだけども、うん、でこのパイカルについて、まあ、ちょっとご説明したいんですけれども、まあ、原作モンキーパンチ先生の原作でもうパイカルって名前出てくるんだけども、そちらでは漢字で書かれていて、白い、乾燥肌の乾に、児童公園とか幼稚園児とかの字って書いて、白乾き字って書いてパイカルっていうお酒があるんですよ。これは中国の焼酎で、白酒っていう パオ酒とかなんとかいろいろ言うらしいんだけど、それの四川省などでの呼び名がパイカル、ね、だからルパンが酔っ払いそうな名前だって言ってる。今中国酒だと例えば紹興酒だとか、うん、せいぜい知っててラオ酒だとか、うん、まあ、そんな感じでしょ。だけどもうそのルパンが劇中で最初にまず待て、まず名前を言えって言って、うん、でパイカルがパイカルって答えると、ほう酔っ払っちまいそうな名前だな、うん、俺が誰だか知ってんのか、うん、ルパン三世というようなところがね始まるわけなんだけど、でもやっぱり そんなねマニアックな酒は当時の大人がどれだけそのパイカル酒を飲んでいたかどうか知らんけど、そこで酔っ払っちまいそうな名前だなってすぐ出るあたりが、うん、なかなか面白い、その酔っ払っちまいそうな名前だなっていうのがアニメの方のあれなんだけども、このネーミングをしたモンキーパンチ先生のセンスはすごいなというふうに思います。で別名を暗黒街の魔術師と呼ばれていて、劇中ではその3つの魔術を使うわけだ。まず一つが指先から炎を吹く、うんうんうん、であともう一つが空中に浮かぶ、うん、で最後の最後この三つ目が一番ルパンたちを悩ませるんだけども、うん、どんな武器を食らっても平気で立ち上がるという、まあ、不死身の能力があるというやつですね。でそのパイカルを演じられた声を当てられたのが江角秀明さん役者さんで、アニメ作品ではそんなに多くは残してはないんだけども、うん、映画の吹き替えとかよくやられてて、うん、それで1960年代から日活映画とかことにロマンポルノとか、うん、ね、あとは各種のテレビドラマで刑事ものとかアクションものに結構よく出てたんだけど、まあ、名脇役として活躍された方なんですね。でまあこのあんまりアニメの声は出てないコチカメのね、
あの、なんだっけ、トンダ・ゴメス所長の初代の声が、うんうん、初代の声が、エスミさんだったらしいんで、うんうん、今度ね、こち亀も今配信されてるんで、うん、あの声を確認して、うん、あ、バイカルと一緒だっていうふうに確認したいなと思うんだけども、うん、まあ、それはともかくとして、あの、その、この魔術師と呼ばれた男っていうのは、脚本家が、大和屋敦史さんで、戦艦大和の大和に、うん、屋根の屋、八百屋の屋根に、で、天竺の軸って書いて、うん、俺はずっと大和屋軸って読んでたんだけど、うん、まあ、最近ちゃんと調べたら大和屋敦史っていうのが正しいっていうことなんだけど、うん、この方が日活出身で、それで、あの、うん、これは日活かどうかあれなんだけども、あの、荒野のダッチワイフっていう、うん、あの日本映画好きでは知る人ぞ知る、うん、カルト的な作品を作った人だったりして、で、その流れでこのエスミさんがそのパイカルの声を当てたんじゃないかなっていうのが一つの想像でございます。で、そのパイカルがこうマシンガンで撃たれて、それで、でもパチッと目を開けたところにチャ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 ンチャチャチャンって魔術師で笑うところがジャーンってこうなるわけなんだけど、で、それが、そういった緊張感のあるシーンが終わったら、もういきなりルパンがのんびり釣りをしてる場面から始まるわけだ。で、あの、プロローグでも、あの、言ったんですけど、あの、この旧作ルパンっていうのはセカンドシリーズ以降の世界を股にかけてあちこち飛び回るルパンではなくて、まあ、前編が基本日本なんだけど、うん、どう見ても日本のシーンじゃねえだろうこれみたいな、うん、このさ、今回の話に関しては、うん、あの、海外のヨーロッパのどっかの山小屋みたいなところとかね、うん、どう見ても白亜の御殿が、うん、ね、あのルパンのたちのアジトになってて、うんうん、で、そのすぐ近くに湖だか海だかがあって、ね、あれどう見ても日本の湖じゃないし、ね、で、そこで ルパンがこんなになりながらのんびり釣りをしているシーンから始まると、うん、で、その、まあ、カットが すぐに終わったら、今度は庭先で次元が、うん、その SWM19、うん、コンバットマグナムでこう射撃の練習をしている、うん、後にオープニングとかにも使われることになるんだけども、その射撃の練習をして最後に、あの、その標的を落とすために、うん、鏡でこう後ろ打ちをして、うんうん、でするところにルパンがそのバケツ抱えて、うん、こう登場するというところから始まるわけだよね、まあ、その第1話でも言ったけど、そんなアンニュイな感じのところから、うん、でその時に、まあ、フジコがそのルパンのアジトでシャワーを浴びてるわけだ、うん、でそのフジコのシャワーシーン、あの、バックからで、のシャワーシーンなんだけども、そのシャワー、その実際にシャワー浴びてるシーンの前にカメラがポ、こうパンしていくときに、藤子が脱ぎ捨てた下着が、あのカットがね、うん、なんともそのちょっと大人っぽい、うん、あの洋画の中に出てくるシーンみたいなね、あの、ああいうちょっとわがままな、うん、キャラクターの女性がああいうことしそうな、ね、いかにもそういうシーンで、うん、で、藤子が鼻歌を歌ってて、うん、この鼻歌がこの魔術師と呼ばれた男の、うん、まあ、前編を貫く、まあ、一つの、うん、まあ、テーマじゃないけど、うん、なんなって、あれは二階堂さんが歌ってるのかな、うん、声はそんな気がしますね、うんうん、おそらく、あの、うん、途中で入るダンダバダダバダダバダバダバダって、あのスキャットは、うん、ネスカフェゴールドブレンドとか、うん、大竹一師匠のコーラス、うん、さらばシベリア鉄道とかのコーラスで、神と言われている存在の伊集佳代子さん、うん、スキャットの女王なんだとは思うんだけど、あの、何もないとかって、あの歌は、うん、あれは多分二階堂さんの声だね、うん、でそれをこの合流したルパンと次元が外から聞いてて、で次元が嫌な歌だぜって、うん、ルパンがだからオンチは困るって言うんだよって、でルパン気をつけろ、あの女には何度もひどい目にやってるって、うん、で大体昨日の現れ方が良くなかったんです、うん、いやもう次元の言う通りなんですよね、うん、本当
当に実はきっとは何かあの女俺たちに隠してくることがあるぜとか言うと、うんうん、女のことはこの俺に任せていいんだよとかっていうふうに始まるんだよね。でその直後にその藤子がシャワーを浴びてるカットが あってそれでその後がルパンと次元が朝飯を作ってるんだよな、うんうん、そこも結構ね、うん、ツッコミどころがある、うんうん、例えばいやタコが、うん、あんな山の湖のところなのにタコがいるっていう、うん、実は 海の近くって入り江なんじゃないかな。あねえ、うん、どう考えても海に近くないとあんな展開にならないから、うんでルパンがタコが苦手だっていうのが、うんうんうんまあ、これがちょっと後ほどの伏線みたいにもなるんだけれども、うんうんまあ、伏線ってほどでもないんだけど、うんうんまあ、ルパンがタコが苦手だっていうのはあと、ね、やっぱり時代というか、うん、あ次元っぽいセリフだなっていうのは、うんうん、あの別にそんなにその真剣にそのカチンとくるとかじゃないんだけど、うんうん、朝飯は女が作るものだぞって、うんうんみたいなことを次元がポロッと言うのは、うん、まあ時代というか、うん、いかにも次元らしいセリフだなっていう。でもいやそれはあくまでも愚痴レベルであって逆に言うとその朝飯の、うんうん、あのだけど下とあのそうだから朝ごはん作ってるルパンをちょっと冷やかす感じで言ってるから、うんうん、あのそれはね別にあの面白いシーンとして見てる。そうそうそうだからそれあのルパンより少し前の巨人の星とかだと、うん、まあいわゆるあの、うん、星一徹のちゃぶ台返しとか、うんまあでね、そういった男っていうのは料理をひっくり返したり、うん、寺内貫太郎一家とかもそうだけど、うん、そういったものだったのが、ね、そのあそこでね、うん、ルパンが自らああやってキッチンに立っているというで次元がこうやって膝立てしてさ、うん、あのキッチンに座って膝立てしてじゃがいも剥いてんだよな、うん、文句言いながらもだからなんだかんだ言って自分もやってるっていうのがあのルパンたちの面白いところっていうのは、うん、あのなんとなくああやっていつもあの人たちって結構自分たちで食事用意してるっていうのがね、うん、描かれてるであの結局パイカルの出現であのその朝飯が食えなくなってしまって、うんそれがあの次回第3話の予告編のところまであの引きずるんでね、うん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 、であの第3話の予告の時に、うん、あのあそうそう開口一番ああ腹減ったなあれね、うん、ちょっと面白い予告だなと今夜のおかずはなんだっていう、うんうん、あの、次の話と全然関係なくそう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 あのそういう声で始まる、だから本編と予告編がちゃんとつながってるってあたりが面白いですね、うん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 、でそのあのそろそろ藤子がシャワー浴び終わっただろうなと、うん、それで朝飯の準備もできたからって、うんうん、ルパンが2階に上がってってそう庭に飾ってあるね、うん、でコンコンっていうの、うん、お姫様、うんうん、お姫様とかって言ってるところに、うん、下から次元のうわーって声が聞こえてきて、うんうん、でルパンが悪さ抜いて、うんうん、そこで初めてそのルパンの、うん、拳銃悪さ P38 が出てくるというような話で。で客を呼んだ覚えはないぜっつって、うん、先ほどのその、うん、あのパイカルの話になるんだけども、うん、であの第1回えあの前回のそのルパンは燃えているか第1話のは車が主役だってお話をしましたけど、あの今回のこの第2話に関してはあの銃器とか兵器とか武器とかが主役なんだよね、うん、であのパイカルが指先から吹き出した炎によってルパンと次元は1階に置き去りにされちゃうんだけど、うん、置き去りにされてパイカルが藤子の部屋を開けるんだけど、その時に藤子がもう、ま、真っ先にパイカルに向かってマシンガンをババ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 って放つわけだ。でも全部弾き返されちゃうんだけど、でこれちょっとしたトルビアなんだけど、あのその弾が切れてカチッカチッって なった時のマシンガンは、うん、あのシュマイザー MP40 っていうあのプロローグでもお話しした、うん、旧ドイツ軍のナチスが使っていたマシンガンなんだけど、実際に撃ってるところはアメリカのギャングが使っていたトンプソンっていう種類のマシンガンなんでね、だから作画上のミスなのかわざとなのかわかんないんだけど、そういうトリビアも実はあります、うんうん、であのその結局その
体をに向かってその藤子をこうやって抱いて出てきたそのパイカルに対して ルパンや次元がバンバンってこう体にボディに対して撃つんだけど、防弾チョッキか全部弾き返されるから防弾チョッキかしょうがねえやるぜしょうがねえやるぜって言って頭を狙うっていう、うん、要はそれだけ血しぶきが飛ぶわけだから、うん、ね、そのしょうがねえやるぜっていう次元のセリフもすごく効いてて、うん、まあ、詰まるところをこう弾き飛ばされちゃうんだよ。でその後、まあ、ちょっと話が前後しちゃったんだけど、その後に、下で銃機関銃、その手持ちのマシンガンじゃなくて戦争のところとかでよく使われるでっかい機関銃で、こいつが見えるか、その63銃機関銃だっつってバーって撃つんだけど、それも効かない。で外に出てからは今度はレッドアイガンランチャーっつって、あのバズーカ砲の一種みたいなのを構えて、で目標50メートルとか言ってさ、うん、2人でそのパイカーを狙うんだけど全然効かないということがあるわけですね。でもう結局その炎をまたパイカルが指先からこう出して、それをね、どこをどう逃げてきたんだかっつって、ルパンと次元が劇中で初めて登場する初期の愛用者のメルセデス・ベンツ SSK で森の中でため息ついてるって、ふと振り返るとパイカルが宙に浮いてるというようなあれがあって、うわーってこう、まあ、次元がなるんだけど、それだけなんか不思議なあれです、うん、で連れ去られた藤子は藤子で閻魔の滝っていうところの近くの小屋で、うん、もう滝の真下に真上に立っている小屋のところからの穴からロープで、うん、あれはかなりひどい、そうひどいお仕置きでした、ね、ランジェリー姿でね、うん、吊るさげられて、でそれの前に藤子がミニスカートでこう、うん、こっちにいらっしゃい坊や、うんね、愛してるのよね坊やとか言いながらさ、でパイカルがそれに合わせてこう上着を脱ぐと、うん、ここからブローニングを構えて、うん、で愛してるならそう言って裸じゃ防弾の効き目ないよねどうかなとか、うん、で打ってもやっぱり効かない、うん、だからパイカルのその、 何でも弾き返してしまうのはその防弾チョッキであるとかなんとかっていうものではないだろう、うん、で、まあ、原作の漫画のモンキーパンツですね、原作の漫画では魔術師って名前でその出てくるんだけれども、うん、魔術師っていうタイトルなんだけど、まあ、そこでもう藤子はもう完全にパイカルに蹂躙されてしまうというようなことになってるわけ、うんうん、でその原作の方には次元は出てこない、本当にパイカルと藤子とルパンしか出てこないんだけども、この魔術師というアニメ版の魔術師と呼ばれた男は本当に次元を出して最高だったなっていう、うん、ものすごくその次元が生きてるんだよね、うん、次元が次元大輔っていう立場としてすごく生きてる、うん、でこれはセカンドシリーズ以降の方々にはあれかもしれないんですけど、やっぱりね、ルパンと次元っていうのは対等な存在で、そこに手伝いとして五右衛門がいる、うんうん、っていうのが、で小悪魔としての藤子がいて追っかけて銭形がいるっていうのが、俺の中でのやっぱり正しいルパン図なんだよね。だから、まあ、多分ね、これはまた別途いろいろ改めたいと思うんだけど、カリオストロの城の中で最初はルパンと次元しか出てこなくて、途中で五右衛門が合流するでしょ、うん、ああいうのも実は旧作ルパンのフォーマットを宮崎駿監督が意識したんじゃないかなっていうのは、俺は昔からちょっと考えてることでございます、うん、ですね、で、うん、で、あとは、パイカルがそのルパンの車にセスナから飛び乗るって後頭部を打つ場面が出てくるでしょ、うんうんうん、でルパンがこう
倒れて、それで海にこう落ちるっていうのは、あれはまあ、後に ご紹介するパイロットフィルムっていう売り込み用のあれからの、まあ、場面の引用だろうと、うん、で、その銃の話なんだけど、その時にパイカルが使ってるのがベレッタ、イタリアのベレッタ社の M1934 っていう、拳銃なんだけど、実にパイカルに合ってる。でこれって実は007の第一作のドクターノーで、うん、ジェームスボンドが10年間愛用していた拳銃なんだけど、うん、ベレッタ M1984 はよくジャムルっつって、ここにこう弾が挟まっちゃって撃てなくなっちゃうのが多いのでも結構有名だったんだよ。だから007はワルサ PPK っていう拳銃に無理やり持ち返させられるんだけども、そのベレッタがやっぱりすごく暗黒街の魔術師らしい拳銃だっていう男の子たちはそんな風にも思っているわけです。で、あともう一つ言えば、クライマックスで最後の対決のために、パイカルがやってくる時の車がバブルカーっていう、まあ、ジャンルの車があるんですけども、その当時その中のメッサーシュミット KR200 っていう、うん、結構知る人ぞ知る車なんでね。でそのバブルカーっていうのはどういうのかっていうと、亡くなった木内みどりさんが乗ってた BMW のイセッタっていう前面がバコッと開いて乗り込む、うんうん、ちっちゃい、うん、かわいい、うんうん、あれは第二次世界大戦後にそのかつて飛行機とかを作っていたその会社が飛行機とか大型車作っちゃいけないっていう風になって、それでしょうがなくてそういう小型の車、泡みたいな感じの車をいっぱい作ったんだよね。日本でも富士、スバルとかそういったところがそういうバブルカー作ってて、そういうバブルカーのフェアみたいなのも結構あったりするんだけども、で、そのメッサーシュミットっていうのは前輪が2輪で後輪が1輪だけ で、うん、で実はバカってこういうふうに開くんだけど、相手乗り降りするんだけど、まあ、バイクに毛の生えてるもんだよね、うん、だけども、まあ、このルパンの中ではそのアニメーションが面倒くさかったのか、普通にこうやって扉が開くような感じになってるんだけど、うん、そのメッサーシュミットの特徴的な形も含めて、そのやはりこの作品にの敵役であるパイカルにすごく合ってるなというところですね。で最初に言っときゃよかったんだけど、先般YouTube 動画でも上げたこの三越でやったルパン三世 の、 展覧会のところですね、革新、うんで、テレビ第5シリーズまでの、うんうんうん、人気キャラクター投票があって、うんうん、俺は投票しなかったんだけど、ダントツ人気で1位になったのが、うん、このパイカル、うんうん、だからやっぱりそれだけすごく、うん、印象深い。ルパンを苦しめた、うん、敵のね、うん、投票ね、うんうん、そうそう、うん、だから 第1話に出てきたコミッショナーとかもそこにはなかったんだけど、うん、あんまり点数が入ってなくて、うん、パイカルがやっぱりダントツ1位だったね、うん、俺も悩んだんだけどね、うん、まあ、パイカル以外の人に投票したんだけど、でそのこの作品も本当にセリフとかに全然無駄がなくて、もう最後の最後にその、うん、ルパンがこの、まあ、ルパンはいわゆる間の CM 明けにすぐにこうやってソファーで横になって寝てる次元に、おい次元起きろとか、うーんと次元がうーんとか言ってると指先からパワッと火吐いて、で種の一つは分かった、簡単な仕掛けさで、なるほどっつって、でそのじゃあやつが宙に浮くのはどうなんだって言って、そいつも分かった、表出てみなって言うと、そのルパンが
宙に浮いてるわけだな、うん、玄関先で、うん、おい次元とか言ってた、うん、で、その驚いてる次元に向かって、うん、こうやってルパンが指を向けるんだけど、うん、おーやめろとかって言うんだけど、そうするとルパンがニヤッと笑って、その指先から出る火でタバコに火をつけるわけですよ、うん、もうね、うん、かっといったらありゃしないっていうね、まあ、本当に責任取ってもらいたいよ、もう本当に、うん、まあ、タバコ吸いになってしまったようなね、僕はなんですけど、で、その指先ということで言えば、 こちらの、 あの前もちょっとご紹介したこのルパン三世ザ・ファーストテレビシリーズ幻のルパン帝国っていう、うん、その中で、あの一つ一つの話がすごく詳しく語られてるんだけども、うん、あのラストシーンでそのまた次元が銃の練習をしていて、うん、でルパンと藤子はそのパイカルが使っていたトリックのあれを、あの藤子が教えてよとか言うんだけど、うん、だって そこがねあれだけの不死身のねあれを手に入れたら使いたくなるのが人情じゃない、うん、だけどそれをもう全然もう今後全然未練がないっていうあたりもルパンのかっこよさになるわけでさ、でこうなんかいいやんかよって押し倒そうとすると、まあ、花瓶に手が伸びて、うん、で藤子がつか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 っつって次元練習してる次元の横を通っていくと、回ってくれ俺の恋人とか言うと、あのそのパイカルが宙に浮く秘密だったとあるものがそれを邪魔するわけだな、うん、でそれでやれやれ厄介な代物だなって言って次元がのかすと、でその のかした後に庭に屋敷の前の庭にルパンがこうやって横になってて、であの次元もそこに連れ寝をしてさ、うん、二人でこう秋の空を眺めて、うん、でこうやってルパンが天に指を伸ばして、うん、でそこに赤トンボが止まると、うん、でどん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 こうズームアウトしていってその第2話は終わるんだけれども、うん、この本の中でああって気づいたのが、うん、そのルパンがのんきにこうやって赤トンボを止まらしていた指は、うん、さっき、うんうん、炎がですね、一人の男を殺した指であるっていう、うんうん、なるほどと思う、うんうん、すごくね、しびれました、うんうん、やっぱりあの この魔術師と呼ばれる男も屈指の名作だと思う、うん、登場人物の少なさも含めて、うん、やっぱり人気の高い作品ではある、うん、まあ今や金曜ロードショーとかではなかなか流しにくいので、うん、ちょっとね今回もしかしたら人気があったけども、うんうん、あれは多分流せないものは流せないんで、ね、なっていうような、うん、あれだとは思うんだけどね、なるべくこう家族で見ても気まずくないのを流さないといけないんで、そういう、うんうんうん、まあ、ということでとても、うん、あの旧作ルパンの中でも人気の高い、うん、魔術師と呼ばれた男について、うん、まあ、駆け足でお届けしました、うんうん、ママから何か、はい、あ、ね、これはね、あのやはり名作だと言われている作品だなというのはよくわかります、うん、ただあの、まあ、この作品に関しても1話2話セットで、うん、この店で何十回も1話2話だけを続けて何回も何回も見せられてるんで、あのその都度心の中でいろいろ突っ込みながら見ているわけですが、あの割とこの作品は昔から私はその全23話の中ではあんまり好きじゃなくて、なんかね、そのやっぱりパイカルが結構暗いでしょ、うん、暗いキャラが出てくる作品あんまり好きじゃないんですよ、そう、うん、暗いのが嫌いっていうのと、うん、あと結構パイカルが藤子に容赦なくこうひどいことをするから、うん、やっぱちょっと見てて、うん、ちょっとパイカルに対して何なのこの人っていうのはある
あるんだけど、でもやっぱり一つのその物語として見た時に、あのやっぱりパイカルの、結局パイカルのあの魔術のトリックが結構こう分かると意外と単純だったっていうのはちょっと置いといて、あの登場人物の少なさとか、あとやっぱりその藤子のセリフで、あの坊やとかおバカさんとかいうセリフって今時なかなか出てこない、ちょっとかっこいい、あのやっぱりおしゃれな映画とか、あとその登場人物が4人しか出ないっていうところがね、なんだかね、あのこう小劇場であの演劇見てるような、そんな気分にさせられました。だからやっぱりあの最初に言ったように脚本の大和屋さんとか、そういった人たちが割とその実験的な作品を作っていたっていう、本当に全体的に実験的で、でやっぱり少ない人数で無駄のないセリフで、あの本当に30分弱の時間にすごく密度の濃い物語ですね。でやっぱりあのパイカルが常にそのあの立場的にルパンに対してもうすごい敵対心を燃やしてて、でルパンは別にパイカルに対してそんなライバル心とかないわけだ、だから向こうが勝手に燃えてるわけだよ、であの勝手に燃えてるって最終的に燃えちゃうんだけどさ、本当にで、だからその最後の最後に最終対決の時に、そのさっきママが言ったその藤子も含めて坊や、藤子がよく坊やって言ってたのを受けて、そのこっちを向け世界強い男ってルパンがこう言ったりするとか、それから自称してるからね、それを揶揄するような感じで言ってみたりとか、でルパンに背を向けて小屋から出ようとしたら次元が宙に浮いてて、その時の次元のセリフが、お出かけかね坊やって言うんだよ。あの次元がすごく良かった、すごい次元も、あそこでパイカルにあれができて気分良かったですよね、胸のすくような思いはしたと、最初にやられてるんでね、そうなんだよ。だから、まあ、あの次元があのいわゆるパイナップルと呼ばれる手榴弾をパイカルに投げて、それ効かないシーンもあるんだけど、食い物の恨みはおっかねえぞとか言ったり、もう名台詞の宝庫ですね。ぜひこれもあのご覧いただきたい、旧作ルパンの中でもぜひご覧いただきたい作品ということで、貧しいと呼ばれた男についてお届けいたしました、で、これまでは、最後に、このチャンネルで会おうぜと言ってたんですけれども、それは第1話までの予告編で、この第2話から、変わるのね、チャンネルは決まったぜに変わるわけだ、ということで近々、第3回お届けしたいと思いますので、ぜひまたこちらの、ご覧いただければと思います、チャンネルは決まったぜ、バイバイ。